はい。ということで、えー、先ほど試合終わりまして、1対1の引き分けということでね、ちょっと悔しいね、これは。まあ、正直、結論くうと勝てましたね、普通に。はい。で、まず、はい、得点シーンなんですけど、えー、点てシーンは後で振り返ります。得点シーンなんですけど、まあ、ほんとカウンターですね、もう。まずね、まあ、ここにイネ選手がいたんですけど、もうちょっと後ろだったかな。 と思うんですけどでここからここに入れますと。でも、これフリーだったんでね。で、乾選手がここに持ち運んだのがまず良かったことと、まあ、ブラガ選手が、あと、この米田選手に対して、それより先にね、動いてたことでもう、ここで数的優位を作れていたと。で、乾選手が持ち運んで、まあ、エスパルスお得意の超高速カウンターということでね。まあ、やっぱりね、起点は乾選手ということでね。まあ、ここでもう2対3の状況を作ると。 で、北川選手もね、こっちに走ることによって、ブラガー選手はスペースを空けると。犬井上選手のスペースも空けることとなるんで、ここに進んでいくと。なかなかこの横から来たパスに対してね、あの、ダイレクトで枠に入れるのは難しいんですけどね。よーく,く本当に入れてくれましたね、マジで。ほんと、ブラガー選手は調子がよろしいです。はい、で、まぁ、あ、あの、失点シーンなんですけどね。まぁ、あ、やっぱり、このバックパスはね、かなり狙われていましたね。まあ特に前半なんですけど、かなり前半長崎が、こう、うまくね、はめてたシーンは多かったので、 まあそこでちょっとうまくね、この北爪選手のバックパスをね、ねられてっていうところなんですけど、まあ良くなかったとして、まあこのバックパス取られちゃうのはまあしょうがないんですけど、これはもう相手の切り方も良かったんで、もう結構この辺でね、もうはめてたんで、まあ出すとこもなかったと。っていうところで、まあバックパスは非常に良い,い選択だったとは思うんですけど、まあそのちょっとパスが弱かったり、まああと距離感が悪かったりするとこうやって取られる。で、あとここの寄せがちょっと甘かったですね、その後の。まあ簡単にクロス上げられてしまうと。で、あとは足り、まあ人数的には足りて いたんですけど、まあ、山田選手が中絞るとまあ、ここのちょっとマークの受け渡しの部分もちょっと。 よくなかったかなと思いま,す、ね、まあ、ここで、まあでもいいボールだったんですけどゲリルム選手も。まあ、中村選手がこのニアで釣ると。で、山原選手がこう釣られると。で、この空いたスペースにマーティース・ジェルス選手。まあ、よく言えばここに、まあ、誰かね、そう、まあ、流れのあれだったんでね、しょうがないんですけど、取られ方もちょっと悪かったんでね、戻りきれてなかったんですけど、まあ、これ、ジェルス選手が受けると。まあ、あとはね、まあ、これはもう個人技、 じゃあ個人技なんですけどやっぱり分かっててもジルス選手のこのシュートあとこの間合いっていうのはなかなかちょっと難しいところあったんでまあこれはシュートはうまかったんですけどまあちょっとそのマークの受け渡しの部分とここのちょっと軽率なちょっとパスミスっていうのがちょっと良くなかったかなと思いますねで今あとはねちょっとマーテウス選手をなかなか捕まえきれていなかったっていうところがちょっと大きくて前半はね特に安倍選手はわりかしなんていうのはこの中間で受ける 感じが起きてまあ、あれか、流動的にはあまり動かない選手なんですけど、まあ、ハテウス選手が結構、いろんなふに、ところに顔を出して、しかも、かなりいいポジショニングを取っていたんで、ここがなかなか捕まえきれていなかったというところでね、まあ、本当はあのポストに当たったシュートのシーンがあれ入っていたらと思うと、ちょっと恐ろしかったですね、ちょっとマテウス選手は J2 のレベルではないというか <laughs>。 J1 にいても活躍しちゃうぐらいのレベルだったんでね。ちょっとマテウス選手の身体能力には驚きましたね。まあ、ここはちょっと潰そうと思っても、そのフィジカル的にね、潰せない部分はあったんですけど、まあ、こううまく二人三人で囲んで取れていたシーンもあったんで、まあ、はめれていたっちゃはめれていたんですけど、まあ、ここのマテウス選手をもう少しね、自由にさせなきゃ、 もっっっとととくいいた試合ななのかなと思いますちょっと辛口で言うとね、まあ、でも、掃除で言えば全然、その内容的には悪くなかったと思うんで、まあ、あとは結構中村選手もね、かなりいい動きをしていましたね。こう降りて、受けて、そのスペースにマテウス選手、ギエルメ選手、阿部選手、澤田選手が入ってきたりとね。なかなかこの前半の長崎の戦いには結構苦戦しましたね。まあ、後半はやっぱりこの2列目からの飛び出しっていうのが、なかなか長崎は少なくて、やっぱりこう足元足元で受けるシーンが多かったんで、まあ ス,パルスもかかななりりりややすすったという印象であります、ねまあ、なのであまねの長崎としてはこの前半のああいった2列目からの飛び出しあとマテイ選手のこの流動性あとはこのギレミム選手の飛び出しみたいなあとは仕掛けみたいなところを後半もできればまあ90分通してかなりいいチームになるのかなと思いましたまあでも本当に上位対決にふさわしい試合 というのが、もう感想としてあります。やっぱり個々のレベルが高いですし <laughs>、まあマテウス選手のシュートを見ていただければわかると思うんですけど、あれは、もうすごいですよ、本当に。なかなか決めれないですからね。やっぱり、まあ予選もあったんでね、このコースに打つかっていうところで、本当このコースしかなかったかなと思います。さすがでしたね、マテウス選手は。 まあブラガ選手もさすがとというところでしたやっぱりこういったブラジル人がねこう活躍しているのもやっぱかなりこの J リーグのレベルを高めているんじゃないかなと改めて思いましたまあ後半かなり長崎がね体力的に落ちていたんでこの442で守る中で、ね、まあ長崎4123なんですけどまああの守備の時はまあこうやって44になったり、まあ、もしくはえどっちかのハーフが前に出て433みたいな感じになったりするんですけどまあ基本442だったんですけどプレスがちょっと一歩遅かったみたいなところ あったんで、で何回かねもう本当チャンスあったんでね、ちょっとね一本でもね決めきれていれば。 うん、勝てたかなと思いますね。やっぱ北川選手もね、今日も何回かチャンスあったんでね、ちょっと1点決めてくれればっていうところなんですけど、なかなかその1点が遠かったっていうところでね。まあ、あとは後半、やっぱりこの2ボランチが攻撃に関われていましたね。前半はちょっとね、かなりこのボランチが苦戦していたんですけど、後半結構絡めていたんで、まあそこもうまくいってた要因ではあるかなと思います。で、あとはまあ長崎がね、そう、さっきも言ったんですけど、体力的に落ちてたということで、まあ結構乾選手がね、かなりフリーでね、こうやって受ける時もあったんで、 まあすごいチャンスは作りやすかった状況ではあったんでね、本当にプレスも全然来ないし、まあ、ただ引いてブロック作ってるだけみたいな感じで、あのまあ1人もつけていないし、であと北川選手があのここで受けて、で振り向いてシュートっていうところもあったんで、まあ、ここまでちょっと決めてリバってところだったんですけど、またブラガ選手がね、結構かなり起点にはなっていたんでね、まあどっかでね、 うまいことね、点が入ってリバってとこなんですけど、まあ入んないときは入んないし、まあしょうがないんですけど、まあね、ちょっとここをね、ちょっと勝ち切るか勝ち切れないかでかなり変わっていたんでね、ちょっと勝ち切りかったかったですね。まあ上位対決っていうとこもあったんでね。うん、ちょっと北川選手がね、なかなか点が取れないというところで、ちょっと次こそ決めてほしいですね。 本当清水の未来を切り開いてほしいです。で、まあ、次もね、ホームなのでね、まあ、勝ちましょう、とりあえず。もう一戦一戦が大事になってくるんでね。ということで、まあ、あの、今日の感想といたしましては、勝てました。はい。で、まあ、後半がそう、長崎がかなりガス欠してきた状況で、あの辺でね、こう、もう一点ね追加点を取れていればね、もう一点、もう二点っていうね、流れできていたとは思うんでね、まあ、そこのちょっと決定力の部分。 をちょっと改善していただけたらなとね思いました。まあでもその攻撃のクオリティっていうのは本当に試合を重ねるごとに上がっているというか、まあブランチが関われているってところもそうですし、まあ2列目からの飛び出し、あと北川先生ここを収めた時の周りのサポートっていうのがうまくね、あの、連動しているので、まああとはそこの最後のクオリティを高めればもうゴールで量産できるかなと思います。ということで終わります。さよなら。